じゃあ次は何して遊びますか。次はね、じゃあちょっとあれ行こうよ。俺が仕切るわ。はい、何ショウタンの大まるまるまるで何する会議。私が仕切りましょう、ね、ここからね。何ですか、この皆さん、ね、このまるまるに入れたい言葉を大募集しますで何するっていう、何するっていう話、おから始まって3文字好きな言葉をじゃなくて、でもそれも面白いんだけどな大喜利、大喜利とかいつかやろうよこれ ね、 う、うん、ね、うん、ではなくてでございます。違うのか、はい、このおに入る言葉もね、これしかないんですよ。この丸に入る言葉こちら、ダン、長短のお誕生日で何する会議。なるほど。はい、というわけで、来週の、木曜日が誕生日でね、うん、そうでした、8月11日が誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで、我々水曜日はこの生放送するのはその誕生日前日なんですよ。そっか、長短の、うん、ね、というわけで、来週のこの夜遊び水曜日は、うん、翔太の誕生日スペシャルでお届けしたいと思います。本当にというわけで、何をするか、何をするか、何をするか、どんなお祝いをしてもらいたいかというのを話していこうよ。あのかなりのことを叶えてくれるってさっき言ってたよ。本当ですか。叶えますよって言ってたんで。本当ですか。それをちょっと今日この時間使って、翔太のなんかこう今例えばやりたいこと、うん、見てみたい、触れたいものを、うん、会いたい人、うん、なんかそういうのを言ってみればいいんじゃない。とりあえずまずあとどんな太いものが食べたいかとか、まず男性陣は全員短パンでちなみにだよ、うん、あの来週は、うん、要するに浴衣ウィークなのよ。あ、浴衣ウィークだ、うん、だからまあ多分俺らは浴衣ですわ。僕、あ、そう、僕も浴衣です、うん、みんな浴衣、うん、なんで浴衣であれば何でもいいの。 こっちスタッフ陣が短パン、スタッフ陣短パン。なん短パンってどんぐらい短パン。あ、でも膝上とか。膝上ガチの短パンだねまあ主にクワちゃんだけしてればいいんだよ本当に。多分一番履いてこいよクワちゃん。もう本当にあの こういうもうこう本当 こんなこう体操着のような、あのデニムの、デニムのここであの着てうん、あとでもやっぱり誕生日やから、うん、ケーキは食べたい。あ、太いケーキ、太いケーキに太いろうそくさして。そんなもの、太いケーキってあるのかな。太いケーキあんじゃない。太いケーキにあのなんかこんな太いろうそくで、ろうそくでドンっつって、うわ SM で使うようなろうそくがドンっつって。いやでもいいですね。ケーキ、何ケーキが好きなの。でも僕ショートケーキがめちゃくちゃ好き。ショートケーキ太いショートケーキって一気に難しくなったなこれ。あと何させたい。何させたい。あとはね、うーん、あ、最近やっぱ話題のやっぱこう脇毛をなんかこうフィーチャーするのはどう。今脇毛剃っちゃってるからさ。剃っちゃったんだ。剃っちゃった。そう、ミュージカルがあるので。あ、そっか。そう、今ね、なんかそこになんか剃ったとこになんかこうボディーペイントとかしてもらおうか。脇にボディーペイント。そっちゃったっ。逆に毛を描く。そっちゃない、描いてもらうか。そっちゃったんか。そっちゃったからな。あと何がしたいのよ。なんかこう会いたい人とか。会いたい人。どっか行くとか、なんでとりあえず言うだけ言ってこないよ。へー。言うだけ言ってごらん。会いたい人はたくさんいる。うん、会いたい人、例えば。会いたい人は。うん、それこそね、あの YouTuber の方々だったりとか、だって一回来たことありますよね、 YouTuber の方々とかね。おー、あったっけ。そう、うん、あとちょっとあと言う、なんかこの前あれですよね、あの金友さんが、うん、こう、うん、呼んでらっしゃった、うん、レンタル彼氏、うんうん、呼んでみたい。レンタル彼氏呼びたい。ねレンタル彼氏だって呼んでみた。レンタル彼氏、あのコネクトの方でね、さっきも今いたけど、はい、すごいイケメン来てたね。すごいっすよね、うん、レンタル彼氏か。レンタル、ああ、じゃあその中に漏れなく俺が混ざってるかもしれない。うわ、どれが翔ちゃんだなんつって浴衣で。
他翔ちゃんは何してほしいですか僕に。何したいかでしょ俺はね。ああそうですね、何したいですか。なんだろう、でもなんかせっかく浴衣だから、だしやっぱね、で誕生日だし、はい、翔太ね、はい、もうなんか飛び切りの浴衣を着せてあげたいね。おー、飛び切りの浴衣、もう本当紅白の小林幸子さんみたいな、もう このセットが全部翔太の浴衣になってるっていうここからあの上半身出てるっていう。あ、ずっとここでやるみたいな。そうねえ、それ作ってくださいよ。もうあの技術さんにお願いして、あの舞台ね、セットの皆さんにお願いして、はい、もうこうセットと浴衣が一体化してるっていう。いいですね。そんなんどう。やりたいやりたい。ウィーンって上がってくるんだよ、これウィーンって、こう翼がこう生えちゃったりとかして、そうやりたい。すごい浴衣を着せたいよね、なんかね。あとはこの、うん、曜日 MC の皆様の、うんうん、からのお手紙おが欲しい。できそうね、はい、手紙が欲しい。でも実際に会ったことない人もいるんですけど、まだ会ったことない人いる、こんなもん、はい、会ったことないというか、そこまで話したことない。共演とかがそうなったもんね、はい、どれ。それこそご挨拶させていただいたことがあるのは金友さんなんですけど、でもあんま共演がない、じっくり話したことないので。大丈夫大丈夫、そんなの距離感忘れさせるぐらいの距離感のマッチする。ぜひお手紙とかメッセージだって MC から。あ、そうですね、初中を見舞い、初中見舞いっていうかバースデーメッセージでいいんじゃない。普通バースデーメッセージ、うん、欲しい。あ、ほんと、あ、いいじゃない、素敵だ ね。なんですか。あ、いろいろ来たらしいですよ、あのツイッターで。あれも、あ、じゃあ今まとめたのね、今まとめたのこれだ、はい。ドレスコードは、スタッフ短パンです。太いケーキに太いろうそく垂らします、はい、かき氷を食べ比べ、はいはい、甘酒キムチなどなど、はいはい、脇にボディペイント、なるほど、飛び切りの浴衣作る、うん、夏祭りっぽいことする、 MC 陣からのお手紙、そしてレンタル彼氏プレステ5、うん、はい、というふうに出ておりました。はいはいはい、ね、なんだろう、何がいいだろうな、なんだろうな。そう、今までなんかこう思い出に残ってる誕生日とかあんの？思い出に残る誕生日は、うん、あ、でも毎年そうだな、まあ、誕生日にやっぱその蒼井翔太としての、何かしらこうありがとうを伝える、うん、まあ、イベントとか、うん、配信とかやらせてもらってるから、はいはい、それ本当に寂しくないんです毎年、うん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 、そう、それすごいありがたい、みんな見に来てくれてるから、うん、あ、でも最近は、うん、お誕生日に、うん、よくゲーム配信とか、うん、YouTube とかでも、うん、活躍されてるバブリーナさんって方がいらっしゃって、うんうん、バブリーナさんと一緒にお祝いしてもらいましたけれど、お店に行って。お店、はい、そうですそうです、はい、それはすごい嬉しかったですね。行ってみたい、なんかそういう今お店とかないの、場所、そういうの今お店、うん、バーレスク東京行きたいとかないの？あ、立ちたい立ちたい、浴衣で、浴衣でいいね、あ、うん、俺行きたい行きたい行ってみたい。いいですね、うん。YouTube で見られるのはここまで。本編全部を見たい方はここのボタンをタッ。アベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と遊び全シリーズも全部見ることができますよ。みんなも一緒に遊びしようぜ。